フィリップ・ヤング・ハズバンドはイングランド出身の元フィリピン代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。兄のジェームズ・ヤング・ハズバンドもフィリピン代表サッカー選手である。フィリップ・ヤング・ハズバンドは1987年8月4日にイギリス人の父とフィリピン人の母との間にイングランドのアシフォードで生まれた。 若くしてサッカーを始めたフィリップはロンドンに拠点を置く名門チェルシー FC の下部組織に入団する。彼は2003-2004シーズンにユースチーム内での得点王に輝き、2004年11月に憎んであるリザーブチームに昇格する。2005-2006シーズンにはリザーブリーグで21試合に出場し、5得点を挙げる。また、 ユースチームの試合にも出場している。チェルシー対談後は、しばらく無所属の状態が続いていたが、2011年以降、兄のジェームズと共にユナイテッドフットボールリーグ及び、フィリピンフットボールリーグに活動の場を移し、スマートサンベダ FC、ロヨラメラルコスパークス FC、ダバオアギラス FC を渡り歩いた。2012年には17試合で23ゴールを記録し、 得点王となった。2018年末にダバオ・アギラスが突如解散してから無所属の状態が続いていたが、2019年11月18日、32歳で現役引退を表明。ヤングハズバンド兄弟は共に2005年に開催された東南アジア競技大会に出場するフィリピン U-23 代表に初選出された。フィリップ・ヤングハズバンドは、 マレーシア戦で2ゴールを挙げる活躍を見せた。彼は現在フィリピン代表の一員としてプレーしている。AFC チャレンジカップ2012では6得点を挙げ、同大会得点王に輝き、フィリピンの3位に大きく貢献した。ありがとうございます。